組曲第2番派長調作品53は、ビオトル・イリーチ・チャイコフスキーが1883年に作曲した還元楽のための組曲。初演は、マックス・エルトマンス・デルファーの指揮により、1884年2月16日に、モスクワにおいて、ロシア音楽協会のコンサートで行われた。好評だったため1週間後に再演されている。 作曲者の弟であるアナトーリの妻、プロスコービア・ブラデミラ・ベスナ・トゥチェコブスカイユに検定された。初演の式台に立ったマックス・エルトマンス・デルファー最初のオペラ・マゼッパ、そして皇帝アレクサンドル三世の戴冠式のための更新曲とカンタータ、モスクワの作曲に数ヶ月を多忙に過ごした後、1883年の春の終わりから初夏にかけてをチャイコフスキーは、 弟のアナトーリと共に過ごした。道足りた、結婚生活を送りその頃父になったばかりだった、アナトーリは、モスクワにほど近いプーシキノに家を借りていた。その家の場所を気に入ったチャイコフスキーはしばしば周囲の森に分け入ってはキノコを取っていた。プーシキノで過ごした3ヶ月のうち、2ヶ月を混ぜっぱの構成に費やしつつ、時間を見つけて大肉組曲のスケッチにも取り組んだ。 9月13日に、プーシキノを後にし、妹のアレクサンドラに会うためウクライナの仮面下へ、向かった頃には、組曲の完成が優先事項となっていた。仮面下では2ヶ月半を過ごすが、その最初の5週間は、毎日6時間を組曲の完成と寄付に充てている。9月の初めにチャイコフスキーは支援者であった、ナジェジダ・フォンメックに対し、 もしこの作品が冬のコンサートシーズン開始に間に合わなかった場合、モスクワ滞在中に曲がどう聞こえるかを知る術を失ってしまうと説明している。彼がそのことを非常に気にかけていた理由は、大変興味をそそられる新しい還元楽の組み合わせをいくらか用いたからであった。事実、1日に六時間を費やしたにもかかわらず、オーケストレーションを仕上げるのに五週間以上を要して、 おり、その作業に多大な注意を払っていた様子が伺われる。全曲が完成したのは10月25日のことであり、年が明けた2月に、マックス・エルトマンスデルファーの式により、モスクワで演奏されることになった。もしチャイコフスキーが曲を聴いておきたいという強い希望を失っていなかったとすれば、それはリハーサルの間に満足されたのだろう。というのも、 組曲初演の前夜に行われたマゼッパ初演の監督に起因する緊張によりひどく疲弊した彼は組曲の演奏を待たずに療養のため西側へと旅立ってしまったからである。マックス・エルトマンス・デルファーは出発をあと1日だけ伸ばすことができなかった作曲者に気分を害した。批評家は口を揃えて組曲を称賛した。彼らは楽曲の持つ活気 巧みな還元落法、構成の成功さ、そして生み出された戦律の豊かさに言及している。第二組曲を作曲するにあたって、チャイコフスキーの関心は、形式よりもテクスチャーにあり、結果として本作は、前作とは大きく異なるものとなった。興味深い点として、学者たちによれば、第一曲の音遊びには、チャイコフスキーの弟アナトーリ、その妻、 そして彼らの娘の名前が暗号のように使われているという。ここで取られた暗号化の方法は後にモーリス・ラベルやクロード・ドビュッシーが用いたものと類似している。その方法とは全音階の7つの音に対して音高に合わせて順にアルファベットを当てはめていき、8番目の文字が来たら戻って繰り返してすべての文字を使い切るまで続けるという内容である。 結果として生まれた主題はチャイコフスキーらしからぬものとなっており、霊感よりも計算によって仕事を進める方が多かったという説を裏付けている。だが、この主題を用いて曲の大半を占める大法による展開は第一組曲で用いられた大法と同じく耳を楽しませる仕上がりにはならなかった。他の曲はより魅力的に聞こえるにとどまらず、相対として作曲家。 チャイコフスキーの成熟を示す画期的な作品となっている。それまで彼のオーケストレーションは優れていたものの個々の音色を駆使するという意味においては常識的な範疇に止まっていた。第一組曲の行進曲ですら各セクションにおける音の組み合わせは単一のままで変化することはなかった。これが第二組曲で変貌を遂げる。チャイコフスキーは 個々の表現を大きく広げることを目指し、音色はより鮮やかに、対比はより鋭く、そして背景は際立った計画に基づく伴奏として、寛容的に設計された。彼は自らの持つ音の世界を洗練させて細部を練り上げ、自身の作曲技法のあらゆる側面が再評価を受けるべき段階まで仕上げたのである。一つの変化は、 ワルツに見られる旋律の変化であった。チャイコフスキーは以前に16小節の長さのメロディーに限られた範囲の歌程を用いた伴奏を付して作曲していた。ここでのワルツに爽快で多様な色彩の変化を持たせるため作曲者は2つのことを行っている。一つ目として16小節単位で書かれた旋律ごとにおける性格付けの対象の度合いを高めている。 二つ目として、それまでに副次的な断片として提示されていた主要主題の旋律線に多様性を吸収させるようにしており、これによって音色の点ではその旋律に特別な多彩さを生み出させることが可能となった。この旋律の変更はユーモラスなスケルトの第一部におけるテクスチュアの変容に比べれば控えめなものである。第一組曲においては機能的な低音部が 明治的に火星を支え、野暮ったいにしても堅固な対法を形成していた。これにとって変わった移り気なポリフォニーからは、一つの戦慄戦や二世の対法からトゥッティによる和音に至る非常に多様なテクスチャーが想像されうる。火星はこのテクスチャーの綾の中に書き留められるに、過ぎない場面もあるが、この柔軟な綾は、 楽器の組み合わせの変更と相まって尽きない音響の多彩さを確かなものにしている。ここでの革新によるチャイコフスキーの偉業は、それをこれほどまでに識別的に用いることができたということである。この識別の意識が一番強く現れているのが第四曲の子供の夢であり、曲中には組曲中で、最も保守的な音楽と最も斬新な音楽が同居している。 この優しい子もりタに付された火星的支えは前半では月並みなものに止まる。曲の中盤に向かうにつれてテクスチャーが断片化、半音階的に収縮されることにより、その火星的基盤は捉えどころなく残される。各フレーズの集結部でのみハープにて3話音が、そうされて束の間の安定感を得る。こうしたパッセージはチャイコフスキー作品において、 全く前例がなく、20世紀へと時間を飛び越えて、いるかのようである。追随する、眠れる森の美女の魔法の音楽においてすら、ここで、チャイコフスキーが示したのと同じような得体の知れぬ、不安な感覚は聞かれることはなかったのである。ピッコロ、フルートさん、オーボエに、コーラングレ、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン、トランペットさん、トロンボーンさん、チューバ、ティンパに、タンブリン、 トライアングル、シンバル、大太鼓、アコーディオン4、ハープ、弦5部。約35分。そなた形式。緩やかな助走に開始する。ここでの遊びとは単に弦楽器間のフレーズの受け渡しのことを指しており、フレーズの終わりには木管楽器による応答が置かれる。暗い雰囲気を持つやや動きのあるリズムが挿入され、フレー1と交代していく。 フレイ1、ソナタ形式の主部に入ると、アレグロモルト・ビバーチェとなり、フレイ2が奏でられる。主部においては、弦楽器と木管楽器の間で、息のあった、素早いやりとりに伴われ、テクスチュアが絶えず移り変わる様子が目立つ。フレイに続いて、フルートのユニゾンにより、第二主題が出される。フレイ3、フレイ3が、トゥッティで区切られると、ピューモッソとなって、素早い動きに入る。 フレイ4展開部は、フレイ2に基づくフーガである。フーガが大いに発展し、ストレッタからクレッシェンドすると、トゥティのアタックを合図に第一主題が、ホルティッシシモで再現される。この時、帝正部は同時に、第二主題を奏でている。その後、たちまち高セ部で、フレイ3が再現されるが、今度は、帝政側では、第一主題を同時に奏でる。まもなく、 流れを断ち切る前奏が入り、フレイ4へと置き換わって最後のクライマックスを形成する。決尾にはフレイ1が改装され、リズム素材が穏やかに曲を締めくくる。フレイ5の主題によって開始する。フレイ5曲は頻繁にテンポを変えながら進む。ポーコピューモスソのエピソードを間に挟みフレイ5が再び現れる。続いて、オーボエが新しい主題を提示する。 この旋律は3、4拍子であることをことさら強調していない。フレー6トライアングルも加わって、フレー6が盛り上がりを見せると、曲は速度を上げて、急速な上昇音景に支配される。その後、フレー5へと戻ると、中間エピソードを経て繰り返され、最後は弱音へと落ち着いて、曲を結ぶ。前奏はなく、バイオリンが出すフレー7に対して、木管楽器が、 同じリズムでこうして開始する。このリズム要素がほぼ曲全体にわたって使用されることになる。フレー7フレー7に由来するリズムを維持しながら次第に音量を増していき、頂点でフレー7がそうされると、今度は応答楽区に4台のアコーディオンも加わって華やかさを増す。簡潔なコデッタが置かれて区切りがつくとホルンが優壮な民謡調の旋律を導入する。 フレー8フレー8に基づいて、しばらく展開されてからフレー7が再現され、先ほどと同様の簡単なコーダを置いて集結する。全曲とは、打って変わって穏やかな楽曲である。ハープがアルペッチョを奏する中、フレー9が穏やかに奏でられて、定弦が高音する。フレー9続いて、ピッツカートの伴奏の上に、フレー10の旋律が現れる。 フレイ10穏やかな雰囲気を保って進行し、新たな主題が導かれる。フレイ11フレイ11はそのまま大きく、盛り上がっていき、ホルティッシモのクライマックスに到達する。静まって、チェロがフレイ9を歌うと、他の楽器が細かい音形で装飾を加える。続いて曲は、非常に奇妙な音楽へと変質していく。それはチャイコフスキーが、 眠りの王国を不思議かつ繊細で断片的なテクスチュアを用いて調整を確立させずに書いたらこうなるであろうという心をくじくものですらある。最後はフレジュー10が改装され不穏さを垣間見せつつも弱音えと沈まっていく。土臭い音楽の内容に対して見つかわしくない表題が掲げられているがチャイコフスキーはここでバロックという言葉をその原理である。風変わりなもしくは 怪奇なという意味合いで用いており、日本語訳もその意味にとってある。ダルゴムイシスキーの様式でという副題はより理解しやすい。曲の原型となったのは、かつてのロシアの作曲家が書いたカザチョーク、すなわちコサックダンスである。冒頭から急速な舞踏の音楽が開始される。フレー中に新しい主題のフレー1三に移ると、タンバリンも加わって一層民族色に彩りを添える。 フレー13に上がってバイオリンに16部音符のソークが現れ、その流れを途切れさせることなく、フレー12の再現へと移る。簡単なく次のエピソードが挿入される。フレー14、フレー14は2世となって一泊、ずれながら重なって進み、最高潮に達したところで、フレー12が奏されて、全球詞が入る。コーダはプレスティッシモに転じ、 フレイ12を材料に充実した展開が行われて、堂々と組曲に幕が下ろされる。ありがとうございます。